皆さんこんにちは、スティーブ・テキステンのスティーブです。年末ですね。日本の年末年始、アメリカの年末と年始が随分違いがいっぱいあると思いますね。最近ちょっと話題となった、元日を休ませてくれっていう、元日ぐらい休ませろっていう、なんかそのニュースもあったんですね。これは面白い話なんだなと思いますね。というのは、日本は今9連休ですか？9連休中ですよね。アメリカはこういう9連休みたいなのはないですね。アメリカは、まあ正直にね、その元日を休むか休まないか、この課題があると思うんですが、正直にアメリカ人として、スティーブの意見としてですね、まあその企業、その会社、その企業によって自由さがね、その日に必要なのかどうかって、やる必要あるのかどうかって、その会社それぞれは違うんじゃないのかなと思うんだよね。コンビニもう1月1日にでも混む、過去のデータから見れば人が来るっていうコンビニもあると思うんで、それはそういうお店はやるべきかもしれない。でも全然人が入らないようなところ、以前から何年前からのデータによって人が来ない1月1日にその日に休んだらいいんじゃないか、人件費などを考えるとやる意味のないところもあるから、そういうところ休んだらいいんじゃないかと思うんだよね。アメリカの場合、1月1日に12月31日に休むところと休まないところもある。会社の予定は違いますよね。でもね、考えてみると休んではいけないところもいっぱいあるんだよね。ホテルの方がね、24時間365日無休、全世界で共通のことだよね。それはアメリカの場合はクリスマスで休む会社があるんだけど、でも必ずと言えないんだよね。なので1月1日元日、仕事していい、仕事する、休まなきゃいけない、休んではダメ、やらなきゃいけないとか、そういう簡単な話ではないと思いますよね。あと大きな会社ね、あのコンビニ会社だろうが他の会社もう やってる方々のことも考えてあげましょう。お互いにウィンウィンの立場があると感じます。ということで、ちょっとだけの率直な意見っていうかな、まあ日米の違いをちょっと語りながら、こういう元日のことはあなたはどう思いますか？ちょっとそれについてコメントの方にご意見を残しておいてください。それでとりあえず元日に仕事があるだろうが休みだろうが、楽しくサムズアップ的に前向きにやっていきましょう。チャンネル登録を忘れなく、お願いいたします。では良いお年を、良い元日も、良い、2020年をやっていきましょう。